全2輪、51輪で車体を傾斜させて曲がれる構造をしている後から見たヤマハトリシティトリシティはヤマハ発動機が製造し世界各国で販売しているスクータータイプのリーニングリバーストライクである2020年9月現在では排気量 125cc のトリシティ125がアジア、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドで販売2016年9月には 排気量 155cc の取引155が欧州で販売開始され、日本では2017年1月20日に販売開始。2020年7月には排気量 300cc の取引300が欧州で販売開始され、日本では2020年8月24日に国内販売日発表、2020年9月30日に販売開始された。 日本の道路交通法では内閣総理大臣が告示で指定する三輪の自動車の要件に該当することから特定自動二輪車に分類され道路交通法上における三輪の自動車ではなく二輪の自動車として扱われる道路運送車両法では排気量が 125cc のものは第二種原動機付き自転車 155cc のものは側車付けオートバイとして扱われ 検査対象外系自動車となる。ヤマハは、新コミューター市場の創造を目指す、ニューススタンダードシティコミューターのコンセプトをもとに、LMW と呼ばれる二輪のように傾斜して曲がると、いった、三輪の以上の車両の開発に着手した。その第一弾として2013年11月に、東京モーターショーにて、取シ引ィコンセプト出展、2014年3月に取シ引ィを発表し、 同年4月に大の現地法人であるタイヤマハモーターによって製造販売が開始された。日本では取引として同年9月10日に発売された。法的にはトライクにおける特定二輪車の扱いとなり、全二輪構造の三輪ではあるが、第二種原動機付き自転車として形式認定を受けているため、ナンバープレートは原付き二種公主となる。 運転に必要な運転免許は小型限定普通自動二輪車免許以上でも運転できる。後に取引155の発売に合わせ、社名を取引125としている。2014年9月の販売開始から同年12月までの4ヶ月で出荷台数が5666台となり、125cc 以下の二輪の2014年の年間出荷台数ではシグナスに次いで、 第4位となった。ボディカラーは販売開始時は白、黒、赤の3色であったが、2015年12月15日より、マットブルーが追加され、2016年3月1日からは、トップケース、ナックルバイザー等を標準装備した、快適セレクションを販売する。2016年7月の報道によると、ヨーロッパやマハでは、取引125にパトランプと警察用装備を、 取り付けたエディションを販売すると発表した。また、大阪モーターサイクルショー2016において販売予定車として、ブルーコアエンジンを搭載した排気量 155cc のトリシティ155が公開された。欧州では2016年9月に販売され、日本でも2017年1月20日に発売開始された。2016年度には警察車両として、 大阪府警が110台の取引125を調達し交番などへ配置しているほか、神奈川県警察、愛知県警察の一部の警察署でも配備が行われている。アイクマ2018において、排気量 300cc のコンセプトモデル 3CT が発表、2019年10月の東京モーターショーにて、取引300として参考出展者が展示された。 アイクマ2019にて欧州販売仕様が公開され、欧州では2020年7月に販売された。日本では2020年9月30日に販売開始された。ヤマハはトリシティを LMW という乗り物の一種だと位置づけており、それを実現したメカニズムを解説すると、前輪側は片側2本ずつのフロントフォークの外側に車輪を喧嘩させており、 パラレログラムリンクと呼ばれるリンク機構のおかげで車体全体を自然にリンさせることができるようになっており通常の二輪車と同じような自然な操作感を実現しつつしかも通常の二輪車以上の安定性を実現しているを確保しつつ旋回できるのはもちろん状況によっては片輪側だけで段差に対応することもできる構造になっているなお後輪とエンジンは 通常のスクーターの構造を流用している。なお、スタンドを使用しない、自立機構は備えておらず停車の際は足をつく、必要があり、駐車の際はサイドスタンドもしくはセンタースタンドを使用する。トリシティ300においては、車両が極低速、または停止状態の場合に、スイッチ操作で車両の自立をアシストする、スタンディングアシスト機構を搭載している。 排気量 125cc クラスの取シ引ィ。形式名はメガワット125。日本国内発売に先行してタイで2014年4月に発売。日本国内では2014年9月10日より販売されている。ヤマハ発動機の LMW 機構を使用した初の車両である。道路運送車両法では第二種原動機付き自転車として扱われる。運転には 小型限定普通自動二輪車運転免許以上の免許が必要である。2018年モデルからブルー、コアエンジンを搭載している。ABS 仕様も2015年4月20日より発売されており、回転センサーは前輪に一つずつ装備されている。歴史排気量 155cc クラスの取シ引ィ。形式名はメガワット 150A。日本国内発売に先行して、 欧州で2016年9月に発売。日本国内では2017年1月20日より販売されている。道路運送車両法では、側車付オートバイとして扱われ、検査対象外系自動車となる。運転には普通自動二輪車運転免許以上の運転免許が必要である。道路交通法では、特定自動二輪車となるため、 高速自動車国道の法定最高速度は、輪自動車に適用される時速 80km ではなく、二輪自動車に適用される時速 100km で走行することができる。エンジンは、MAX155 同様のベバ付きブルークアエンジンを搭載し、取引125と比べ車体もエンジンに合わせて改良され後輪はサイズアップされた。ABS は全車標準で、 装備されており、別構造でパーキングブレーキも追加装備されている。ヘッドライトは LED となった。歴史排気量 300cc クラスのトリシティ。形式名はメガワットデー300。アイクマ2018においてコンセプトモデル 3CT が発表、展示、2019年10月の東京モーターショーにてトリシティ300として参考出展者が展示された。 アイクマ2019にて欧州販売仕様が公開され、欧州では2020年7月に発売された。2020年9月30日に日本国内発売。大型スポーツタイプの LMW モデル2件で採用実績のある LMW アッカーマンジオメトリオトリシティ3 0に専用設計し採用。ABS は全車標準装備。 運転には普通自動二連車運転免許以上の免許が必要である。292ブルー、コアエンジンを搭載。車両が極低速、または停止状態の場合、スイッチ操作によって LMW 機構上部のアームに設置したディスクをロックし、車両の自立をアシストするスタンディングアシスト機構を採用。ラチェットレバー式のリアブレーキロックを ヤマハ発動機のバイクとして初採用。電子キーによってキーをシリンダーに差し込む必要なく、電源の ON、オフ、エンジン始動、停止、フューエルリットロック解除などのメインスイッチの操作が可能なスマートキーシステムを採用。歴史ヤマハトリシティ発表会にて試乗する大島優子 CM キャラクターに元 AKB48 のメンバーである大島優子を採用。 CM 出演の企画として AT 限定普通児童二輪車小型限定免許を取得したほか、俳優の須田正樹も LMW 部部長となった大島優子により LMW 部の部員1号に任命され AT 限定普通児童二輪車小型限定免許を取得した。また、ヤマハ発動機は若年層の新規顧客獲得を狙い、 首都圏にある5大学のミスキャンパス候補の28名をトリシティアンバサダーに任命し、その中からミストリシティが3名選出するとしている。ヤマハ公式サイトでバイクとサウナとサウナ班で整う漫画として各漫画とコラボレーションをした整ったマガジンを掲載している。作中にトリシティが登場する作品は以下の通り、その他山本佐保、山品ティナ、 小山健太による漫画が掲載されている。ありがとうございます。